皆さんこんばんは。東京青山の結婚相談所マリーミー代表婚活アドバイザーの植草美幸です。月曜日のこの時間は植草美幸の絶対結婚したいの時間がやってまいりました。この番組は全国のリスナーの皆さんからいただいた恋愛婚活結婚にまつわるさまざまなお悩みを解決していく番組です。そしてアシスタントはおなじみ木月理恵さんです。こんばんは、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、植草さん、はい、以前相談寄せていただいた方からまたメール2通届きましたので、はい、嬉しいですね。まずは、はい、1つ目からご紹介いたします。はい、ラジオネームは赤いスイートピーさんから、はい、先日休日のリフレッシュ方法について投稿したものです。お忙しい中丁寧に教えていただきありがとうございます。親身の優しいアドバイスに感激しています。お二人の明るく爽やかなトークが大好きで毎日チェックしているのになぜかこの回だけ見逃してしまっており慌ててメールをしています。お二人の過ごし方、いい女っぷりが存分に出ていますね。やっぱり美しい、なんか恥ずかしいですね自分で読んでるやっぱり美しい方は見えない部分での努力や行動が違いますね。フットワークの軽さや美意識の高さをぜひ見習おうと思います。はい、せっかくの動画これから繰り返し拝見しようと思います。さて、私は仕事は某カフェで働いています。客層はいい方ですが、たまに暴言を吐いたり柄の悪い方もいます。ぜひいただいたアドバイスを取り入れます。目の前のお客様が植草さんや木月さんだと思って頑張ろうと思います、ということで、はい、この赤いスイートピーさんからはこのカフェの、はい、まあ、お得な情報とか、はい、こういうメニューおすすめですよっていう情報もいただきましたので、はい、ありがたく頂戴いたしました。はい、さあ、いろいろ熱く語ってしまいましたが何かのお役に立てれば幸いです。うん、暑い日が続きますのでお体にお気をつけて、これからもお二人の軽快なトーク楽しみにしています、はい、という、はい、なんとも嬉しいお言葉。嬉しいですね、ありがとうございますね。はい、リップサービスもたくさんいただいて、ね、自分で読んでてね、はい、いいんですか、はい、こんな回って感じなんですけど、はい、受け取りましょう。はいはい、で相談の方も寄せられてました。はい、はいはい、さて今回の相談です。ダイエットをしてもなかなか続かず、うん、女磨きもついサボりがち。うんうん、植草さんは人の何十倍もお忙しい中、うん、いつもおしゃれにパリッと決まっていて、はい、とてもかっこいいです。はい、本当憧れます。植草さんの美しさの秘訣について教えていただきたいです。はい、他のリスナーの皆さんも知りたい内容だと思います。うん、普段の生活で心がけていることや体型をキープする秘訣、うん、使われている化粧品などぜひぜひ教えてください。私は婚活が終わった身ですが大好きな植草さんにいつかお会いしたいです。はい、まあ私も会いたいわ。熱烈、表参道に来れば会えるかも。もうそうですね婚活が終わったってことは今婚約中なんですかね。ガーブご結婚されてるか、まあもうお幸せな時ですね。おめでとうございます。はい、よかったです。ですね、たくさんリップサービスいただきましたけれども、反面なんでこの人たちが綺麗なのなんて書かれちゃったりして、いやですねコメントがね、コメントが怖いですね何の目的とか、ね、はいはい、まずですね、ダイエット非常に大事だと思います。はい、で実際に相談所にいらっしゃる方も平均的なその体重、はい、平均的な体型よりもちょっとぽっちゃりさんの方も実はたくさんいらっしゃいますよね。でも、どうしてもやっぱりね、男性が女性を選ぶときに体型も気にしますので、はい、なおさらのこと婚活されている方にはとにかくうちに入会されて会員さんスタートするときには痩せようよっていうのを言ってます。でどういうふうに痩せるのって人それぞれあるんですけれども、はい、どうしてもその看護師さんとかその夜働いてる方たちいますよね、シフト制でね。でそういう方たちってやっぱりね、食べる時間が遅かったりとかストレスがすごく多かったりして、割とダイエットしづらい、まあ、深夜にね、仕事終わってから食べるとかありますもんね。しづらいなっていうご職業の方たちもいたりとか、あと年齢によってもね、難しくなってくるし、それから季節によってもダイエットがしづらいですね。で今ちょうどいいですね、ダイエットするにはこれから暑くなってきてちょうどいいと思うんで、まあ、簡単なのは食べなきゃいいじゃないですか食べなきゃいい。でもお肌とか、また髪とか、やっぱ必要な栄養分もあるんじゃないですか。あのね、ビタミン剤で取りましょう。だって一旦痩せないことには普通の人あんまりね、おすすめしないダイエット法ですよ。そうですか。でもね、私ね、自分の実践したものを言わない限り人の話って言えないじゃないですか。まあそうです ね。で自分が実践した経験で167センチ、ね、でいつも55キロで55キロなんだけど、ある日
30代半ばの時ね、ある日ダイエットをしなきゃ、じゃあ30だ30の時ダイエットしなきゃいけないシーンがあったんですよ、ね、でそれで1ヶ月で5キロ落としました。だから50キロになった、うん、で2ヶ月目で4キロ落として46キロ。すごかったでしょ。どうなるか知ってます？ここの鎖骨に石鹸が乗っかっちゃうんだから、お風呂入るとここにあんまりいいこと羨ましくないですけどね。そうそうそう、であとね、うん、ビキニ着るでしょ、あの水着、はい、ここから透けちゃって見えちゃう、腰骨から恥骨が見えちゃう、寝てると、わかる、寝るでしょビーチで、はい、上にこう高校ラボシになると、はい、見えちゃうでしょ、浮いて痩せすぎて、あその骨のシルエットまでが、はいはいはい、よくあばら骨見える人いますもんね、うん、これはやりすぎ、はい、やりすぎ、ね、はい、やりすぎ。でも私はね、アパレル、当時アパレルの仕事をしていて、そのアパレルでどうしてもファッションショーっていうのがあったんですよ。でそこに自分が出なきゃいけなかった、で出なきゃいけなくて、相手の男性がっていうか、ファッションショーで最後ウェディングドレスを着るっていうシーンがあってですね、でその相手の男性が、まあ、めっちゃ細いの、180センチで60何キロですごい細いから、はい、やだこの人と並んだら私デブじゃんって、なるほど、はい、思って2ヶ月でそのぐらい9キロ痩せました。その時その2ヶ月って、うんうん、どのくらい、うん、まず最初の1週間は有給を取ってお水だけ、怖いね、でもね3日目になると気分良くなるんですよ。なんかよくわかんないもの出てる。でね、今思ったのはそれはやりすぎだった。今思ったのはいろんなブックダイエットとか、あと病院でね、大学病院なんかでダイエット科みたいになりますね、ああいうところで、まあ、おすすめしているようなダイエットいろいろありますけど、うん、食べてる量をやっぱり1回見直した方がいいと思いますね。食べている量、それからごく当たり前のことですけれども、あのバランスよくちゃんと栄養を取るんだけど、少しずつでいいんですよ。炭水化物をもしかしたら取りすぎかもしれない、それから油物が多すぎるのかもしれない、あと甘いものが多すぎるかもしれないので、まず一旦ご自分の食べている量を見直したらいいよね。好きですね、植草さん見直すこと、うん、大好き。だってこの方の相談って何だったっけ、ね、まあまあ、まあ、この方がそこまで、まあ、うん、あれかは分かんないですけど、まあ、かっこいいから、うん、その体型をキープ、うん、私がどうやってるかだったっけ。そうそうそう、私は普段はもうね、車ばっかりで、うん、その歩くことがあんまりないんですよ、はい、なので歩くチャンスがあったらなるべく歩くとか、大してあんまりやってないんですよ。大してあんまりキープする秘訣、じゃあ普段からまあ食生活に気をつけてらっしゃる、普段はね、1日1食です、夜だけで、お昼は例えばフルーツだけとか、リンゴとか。夜何食べるんですか。夜はね、炭水化物を抜いて、今私ダイエット中なんですよ。聞きます、ダイエット中だから、その聞くとね、メニューそれダメだよってメニューだから。あー、そうですよね、一応言います、うん、まず炭水化物は抜きますね、うん、でお魚かお肉か入れますね、うん、タンパク質ね、うん、で入れて、であとはお野菜、うん、それからあとはまあお豆腐とか、うん、最近ほらお豆腐のそうめんがあるじゃないですか、はいはいはい、お豆腐でできている、ね、そうそうそう、ああいうそうめんで、うん、食べるとか、うん、あとはもう全然あのこんにゃく、刺身こんにゃくとか、はい、108円とか98円になりますね、ああいうので食べるとか、あれでちょっとお腹膨らますとか。うーん、私はね、栄養剤結構飲んでますから朝。なるほど、ビタミン剤的なもの、ビタミン剤、ビタミン C でしょ、うん、E でしょ、B でしょ、D でしょ、もうそれだけでものすごい量だから朝それでお腹いっぱいになっちゃう水も飲まなきゃいけないですね、うん、飲んじゃう、そういうの飲んだりとか、はい、まあ、あとは、ザクロのジュースとかね、はい、うん、それ女性ホルモンって言いますよね。そうですね、ザクロのジュースを飲んだりとか、うん、まあフルーツが結構多いですね。フルーツを取って、うん、で食事は夜一食、うん、もしくはお昼一食。本当にあんまり召し上がらないんですね。あのね、朝仕事行くでしょ、うん、で夜まで お昼ご飯を食べる時間はないんですよ、うん、ずっと働いてるので、トイレ行くのが精一杯、トイレタイムだけ、それも 2,3 分じゃないですか、2,3 分を何回か入れてるから太れないですよね。太りたくても太れない、そんなことしてるから。で朝はまあ薬でお腹いっぱい、まあ、ちょっとフルーツ食べるっていう感じ。
であとは、まあ、化粧品、化粧品何使ってますかって、ね、まず、私ほらいろんな皮膚科の先生とかこれまで品川のクリニックの先生とかとねいろいろお話を聞いたりすると顔をこすらないのがいいんですってね。そうタオルであんまりゴシゴシ顔拭かない方がいいって言いますよね。そうそう、で手でも擦らない方がいいんですって、うん、だから私はお顔を洗うのまず化粧お化粧を取ることを一番意識してます、はい、でそれをきれいに取るっていうのをどうするかっていうとあれですよね、ジェルがいいらしいですね、うん、ジェル、はい、うん、でジェルかあとはミルクローションみたいな、まあ、クレンジング剤はってことですよね。そうそうそう、滑る、うんうん、でそれでそういったものをまず使う、それもねどこでもいいと思います、うんうん、ちなみにそのブランド言った方がいいのかな、ブランド言った、まあ、もしかしたら買うかもしれない。あ、そうですか一応ねじゃあね目のところはまず一番最初に高原堂のウォーターのクレンジングなんですね、はい、これで綺麗に取ります、うん、でその後は、ジェルでドラッグストアでどこでも売ってるような 2,3 千のねジェルでクレンジングします、うん、でお顔を洗うのはあれです高原堂さんのやっぱり泡の、うん、泡になってポンプになってて、うん、で泡になってるものなのでこう顔に泡を当てて中の毛穴の汚れが出るような、なるほど、直接手は擦らなくていい、擦、うん、らなくていい。で顔を洗うときに手ですくいますよね、すくってこういう感じでやっていくの、当てるみたいな水を、うん、こう感じ、はい、で綺麗に洗って、はい、でその後は、まあ化粧水ですよね、はい、でそして化粧水に塗った後あれです、美容液、美容液、うん、はい、で、クリーム、まあ、そこら辺がお高いんじゃないですか、うんうん、いろいろなんだけどねそれは教えてくれないんだ、うん、ちょっとね言えないんだよ ね、 言えないね、すごい高いの使えばいいんですよ多分、言えないんだよねそれであとね大事なのは安いのだけ教えてくれた、そう大事なのは水分、水分、水分普段からよく取って、必ずシートあるじゃないですか、フェイスシートパック、パックシートパック、これ朝晩、はい、晩をやってるの、うん、10分間やるんですよ、うん、朝晩ね、うん、で夜はお顔を洗って美容液を塗った後10分間やるんですよ、はい、それから朝はお顔を洗って美容液塗った後メイクする前に10分間、うん、これを朝晩やってます。シートパックもいいの使ってるんじゃないですか、ね、いや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 、ね、あるね美容家に聞いたんですけど、うん、何でもいいんですって。あ、そうなんですか。シートが、シート、はい、例えばコラーゲンがどうのとかいろいろあるでしょ、うん、はい、でそれはね無視していいそうですよ。あ、そうですか、うん、まあ、潤うというか、その水分を入れるって感じ、その美容液でピタピタになってますよね、うん、であれの使い方とコツがあって、うん、意外とシートを出すとピッチャピチャじゃないですか、はい、でそのまま捨てる方がいらっしゃるんだけど、うん、そのピチャピチャひなを手の裏に乗せてすくって上からもう一回塗らなきゃいけないんですよ、美容液をこう上からって、うんうん、でそれでも絞り出して残ってたらまず首、はい、ね、であと足とか手とかで三枚使ってください、はい、まあ、ポイントはこすらない、うん、顔をこすらない、うん、クレンジングできれいに取る、はい、それから、水分を与える、水分を与える、これをしとくと割と張りが出ると思います。いやもう疑いの目ですよ、絶対高い美容クリームを使ってるんだと思う、はい、ね、ちょっと言えないんですねこれね、言えないか、まあ、じゃあこのぐらいにしとこうか、はい、はい、来ていただければお教えしましょう本当、はい、来るためにでもお金かかるでしょカウンセリング料ですなんて、はい、メールでお問い合わせいただければ、ね、はい、こっそり教えてくれる、はい、ということなので、はいはい、ぜひ試してみてください、はい、さあではちょっとお知らせの方から、はいはい、6月の9日マリミーの方では、はい、13時から表参道で婚活セミナーを行います、うん、はい、その後植草先生の無料カウンセリングが受けられます。そして6月の15日今もう毎月行ってらっしゃるんですかね、大阪の方で婚活セミナーを行います、はいはい、こちらも合わせて植草先生の無料セミナーが受けられます、はい、そして6月の23日日曜日10時半から12時半まで同じく表参道のマリーミーでヘアアレンジレッスンを行います、はい、これは女性用、これね女性で髪をまず、長さはショートでもロングでも大丈夫です、はい、だいたい1回のレッスンで5名まで、5名までね、で2時間やるんだけど、コテを最近皆さん使いますよね、はい、でコテの使い方から、だからコテを持ってきていただく、うん、ご自宅で使ってるの、そうそうそう、はい、でコテの使い方とか、うん、あとはその今これから暑くなるのでこの首筋が厚いですよね、はい、そのアップをした時のアレンジとかいろいろやってます、うん、まあ、これからそのデートで浴衣の時期になったりするから、いろいろアップにすることもありますもんね、ピン1本でできちゃうような
じゃあもう簡単にできるアレンジを男性受けするようなものということですね、はいはいはい、これのヘアアレンジレッスンっていうのはやっぱり婚活してる方にってことですね、うん、そうですね、これは、はい、マリービーの会員さんだけではなくて、非会員の方もお受けできるので大人気ですよ、はいはい、でこちらはホームページに載ってますので、はいはい、ぜひチェックしてみてください、はい、そしてコラムのご紹介をいたします。東洋経済オンラインからは激変日本の結婚、講談社ビズオンラインからは毎週水曜日20時に婚活戦略女子として記事がアップされます、はい、その他マイナビウーマンオールアバウトは恋愛ガイドとして記事をアップしています、はい、そしてシトラスでも記事をアップしておりますので、はい、ぜひ確認をしてみてください。はい、さあそして、はい、今日は盛りだくさんマリミーの成婚の報告書ということでね、ちょっとだけご紹介させていただこうと思うんですが、はいはい、女性は30歳の植木さんみゆきコースの方、はい、会社員の方、はい、そして男性は36歳、公務員の方で、うん、はい、なんと、この女性の方在籍期間は4ヶ月で結婚が決まったということなんですが、成婚大会をされたということですよね、はい、じゃあこの植木さんみゆきコースということなんで、はいはい、この女性の方、はい、30歳で相手が36歳の公務員の方ゲットされた一番の理由というか、はい、30歳のこの女性はまず性格がすごく素直、ものすごく素直、はい、でこの、番組を聞いていらした、はい、だから自然に頭の中にもいろんな教材が入ってるんですよ、うん、でご自分の等身大の、方のその相談とかも過去ありますよね。それにご自分に当てはめて、ここを気をつけなきゃいけない、あそこを気をつけなきゃいけないっていうようなことを自習というかもう予備で勉強されてきたので早かったです。なるほど、じゃあ30歳で4ヶ月で卒業するにはまあラジオを何回も聞いて、うん、YouTube を何回も聞いて、はい、教科書、それで素直に生きると、 そう、そしたら4ヶ月でいくかもしれない。あの、ね、素直っていうのはね、どこの世界でも大事、素直っていうのはそう思いません？そうですね、うん、はい、木月さんもそうでしょ、スタッフいっぱいいるでしょ、で、ね、はい、で何か注意してこの間のあれはダメだったじゃないとかって言ったらふてくされちゃうよりも、申し訳ありません、気をつけますって言ったら、ほら教えられたじゃないですか、はい、それと一緒で、集中してちゃんと聞き入れてくれるので、毎回のカウンセリング4回しかやってないんですよ。だからそうですね、4ヶ月だから、そう、そうそう、はい、4ヶ月しかやってなくって、その一人ずつのお見合いに対して、じゃあ例えばお見合いをしたけれども何を聞いてきたのっていうと結構聞きそびれてたりして、じゃあその男性とお付き合いをしていいかどうかどんな風に決めたのよっていうような話になるでしょう、うん、でそういうリサーチがちゃんとできてるかどうかとかっていうことをお伝えすると、次はちゃんと聞いてきますみたいな感じ。なんでもこの、だってこの方って、まあ、何人の方とお見合いをしたのかはちょっと記載してないんですが、はい、この結婚した方とは5回のデートでもう結婚が決まったということなので、そうです、そうです、もう比較的早めの段階でもう決められたってことですね。もうね、正直4ヶ月しかいないでしょう、うん、私もね風とともに去りぬっていう感じだったから、うん、ご卒業された、ね、早かったっていうイメージですね。じゃあまずはね、30歳になって4ヶ月で卒業するには素直になること、はいはい、ということですね、ということですね、はい、そしていっぱいラジオを聞くというね、はい、ということで、はい、お時間になりました。あ、そろそろお時間ですね、はい、はい、それではまた来週この時間お楽しみに、ごきげんよう、さよなら、さよなら。